サム・ジャフヘは、ニューヨーク市出身のアメリカ合衆国の俳優。サム・ジャフヘとも表記される。俳優になる前は、数学教師だった。1891年、ニューヨーク市のユダヤ人の家庭に、シャロム・ジャフヘとして生まれる。母親は、イディッシュ演劇の女優でジャフヘも、子役として、母親と舞台に立ったことがある。ニューヨーク市立大学シティカレッジで工学を学び。 コロンビア大学の大学院に進む。卒業後は数年間数学教師として働く。1915年頃から舞台に立つようになり、1918年にはブロードウェイでも名前が知られるようになる。初の映画出演となる恋のページェントでピョートル三世役に抜擢され、鮮烈な印象を残すが、その後も活動の中心は舞台であった。 1947年の映画、紳士協定以降は、映画にもしばしば出演するようになり、1950年の映画、アスファルトジャングルで、ベネツア国際映画祭団優賞を受賞したほか、第23回アカデミー賞で、女演団優賞に、ノミネートされる。しかし、赤狩りの影響で約7年間スクリーンから遠ざかる。1956年に、女優ベティア・カーマンと結婚。 彼女とは後に人気テレビシリーズベンケイシーで共演する。1984年にガンにより死去。ありがとうございます。